どうも、ウェブコンサルタントの本橋平介です。僕はインスタグラムをはじめとする SNS の活用方法や、そこから集客や売り上げにつなげていく方法を教えることを仕事としています。また、僕自身、インスタグラムのフォロワーは1万人を超えているアカウントを2つ運営しています。ということで、そんな僕が今日はインスタグラムのストーリーの裏技についてお伝えします。 まこの動画を最後まで見るとですね、まあ、ちょっとしたストーリーの裏技からみんながあんまり知らない裏技まであなたもできるようになると思いますので是非是非最後まで見ていっていただければと思いますでは早速いってみましょうストーリーの裏技編やっていきたいと思いますじゃあまずははいストーリーを開きますでは、まあ、ちょっと適当に撮ってみますえい まあ皆さんこのを使うここととがあると思います、まあ、これをやるとかわいいアニメーションとかが出ると思うんですけどもこれ意外と知られてないのがあるので紹介していきます例えばここでフレームと押すと、まあ、結構かわいいこのフレームがいっぱい出てきます、まあ、そうすると、まあ、例えばこんな感じではい買ったやつを取れたりします他にもこういう感じで。 こういう感じで囲むことができます。R-I-L-I と押すとこのかわいい絵文字がスタンプですかねいっぱい出てきます。はいまあ、文章もあるのでこの中から例えば「キャッキャッキャッキャ」とか、はい、こんな感じで。 かわいいのがいっぱいあります。はい、こんな感じでかわいいのがいっぱいあります。最高かなーみたいな。これは結構いろいろあります。例えば、「モサオ」とかってやると、はい、こんなかわいいのが出てきます。「もう働きたくないよ」とかですね。はい N メモジとか入れるとこういうのが出てきます返すねやってみてくださいじゃあ2つ目続いてはタグ付けはするんですけども、まあ、他の人には見られたくないとかという場合の使い方ですね本人には通知がタグ付けをした人には通知がいくんですけども自分のフォロワーさんとかには分からないようにというやり方ですはいまあこういう感じで取っていきますとでタグ付けをする場合に こんな感じで、メンションもね、えー、入れると思うんですが、よいしょ。はい、こんな感じですね。はい、で、このメンションをですね、牛、あ、間違えた。よいしょ。こういう感じで、どん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 おちっちゃくできますので、はい、まあ、これでもう見えないので、えー、できますで、まあ。メンションとか、あとハッシュタグも、これのテクニックが使えます。 続きまして3つ目3つ目はコニーの顔を写したくない時ま今、あ、映った人を、うん、写したくない場合のやり方をお伝えしますでは1回やってみますこんな感じで動いていきますシューこんな感じで,でこれもまあなんかここのスタンプを使いますはいこんな感じですねはいえい でこれで顔のところに長押しをします長押しをするとこういう感じで顔がか隠れますのでここで「固定する」というボタンを押します、はい、そうするとこのスタンプが動いてもついてってくれるのではい顔がわからないようにすることができます 続いては写真を複数枚入れる方法についてお伝えします。まず、写真を選びます。この写真を入れた後に選んで、カメラロール。カメラロールで自分の写真を開きます。で、これで選んで、左下の共有ボタンを押して、 写真のコピーを押します。写真のコピーを押したら、またさっきのインスタの画面に戻ります。そうすると、この左側に出ますので、これで写真を追加していきます。でこれは何個でもいけるので、例えば、他にも、写真のコピー。 やって、もう一回、ここに戻ると、まあ、こんな感じではい、サンダーにすることもできます。あとは、こうやって文字を打とうとするような感じで、あとは文字を打とうとする、こんな感じでして、ここの文字を打たずにですね、ペーストと押すと、これで同じ写真を入れることができます。はい。こういう感じではい、ダブルで。 まあ今風景の写真でやってますけども人のね写真とかでどんどん重ねていくこともできます続きまして文字をレインボーにする方法をお伝えしますこうね文字だけを打つ時とかあると思いますはいまあこういう感じでやったとしたら全て選択して左手を文字の先頭に右手はこんな感じですね ジュるュリるュュってやるとこうレインボーにはいこんな感じですはいレインボーになりました続いて写真の背景をおしゃれに加工します、まあ、例えば、まあ、こういった写真があったとしますではい、まあ、ペンのマークを押してもらって あその後に、えーと、この好きな色を選びます。で、まあえー、今回はちょっと白で行きましょうか。白を押して、で、この画面の、画面のところを長押しします。画面どっか長押しをすると、こんな感じでなります。で、ここで消しゴムを押します。消しゴムを押すと、こういう感じで、はい、背景が白で、 ここから消えた消しゴムを使ったところだけがこういう景色で出てきますので、はい、こんな感じでやるとちょっとおしゃれなテイストになりますはいでは続きまして画面をレインボーにする方法をお伝えしますえー、このの i f でまあなんかキラキラしてるまあこのハートでもいいですしキラキラしてるものが入ってる GIF を選びますまあ例えばこういうやつですねこれを 拡大をしていきます。まあ、ずっと拡大をしていくと、はい、これはいらないですね。まあ、こんな感じでなってるかと思います。これを一旦保存します。一旦保存して、もう一回作り直します。はい、こうなってますので、これで。 背景を全部埋めます。まあ、この白とかでもいいと思うんですけど、この上のボタンを押すと、長押しではい、こういう風に消えますので、長押しで消えたら、この右側の消しゴムマークを押します。消しゴムをマークをして、ここで自分の書きたい文字をやります。例えば、お知らせとか、お知らせってやると、文字がレインボーになります。はい はい。ということで、インスタグラムのストーリー、裏技についてお伝えしました。どうでしょうか皆さん知ってるものもあったでしょうかもしくは知らないものもあったでしょうかぜひぜひコメント欄でね、教えていただければと思いますえ。他にもこんな裏技あるよっていうのがね、もしあれば、ぜひぜひそれもコメント欄に書いていただけると嬉しいです。という感じで、このチャンネルでは、インスタグラムや SNS の活用方法など役に立つ情報をお届けしていますので、ぜひぜひグッド評価、チャンネル登録していただければと思います。では、また他の動画、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。